はいどうも皆さんこんにちは、山岸隆之介です。今日は YouTube の質問コーナーというわけで、以前からね、カッティング講座だったりとか、チョーキング講座みたいな、自分発で、こういうことみんな気になってるんじゃないかなっていう、そのレッスン動画だったりとか、機材紹介を出してきたんですけど、今回は視聴者参加型ということで、インスタのストーリーや Twitter のリプランにいただいた質問をこの動画で答えていこうという企画です。それでは、まず1個目からスタートします。ででん！使っているDTM DAW ソフトは、 DTM っていうのはパソコンで曲を作るときに使うソフトですね。僕はApple の Logic というやつを僕が高校生の時からずっと使ってますね。はい。2番、デレン、ギターはどうやったらコツをつかめますか、上手くなりますか、など。これ結構ね、質問被ってたんで何個かにまとめさせていただいたんですけど、ただ一つ、練習です。自分の好きな曲をどんどんカバーしていくっていうのがすごいおすすめで、例えばコード進行とかもポップだったりロックだったりっていうのは、あ、こういう流れの次は次 A の次は G かなとかっていう風に読めてくる時があるので、ぜひいろんな曲をカバーして自分のものにしていくのがいいんちゃうかなと思います。はい。ここで言い忘れてましたけど、今日はカメラマンにハヤトくんが来てくれてるので、後でちょっとツッコミ入りながらやろうかなと思ってます。はい、ハヤトくんです。どうも。はい、次3番、デレン、ギターを触らない日はありますか。ほとんどないですね。ただまあモンハンに3000時間を費やした男なので、僕は5歳の時、人殺すゲーム嫌いやねんとか言っといて散々バズったんですけど、はい、まああれはモンスターだということでやったことがあります。はい、次4番、でね、作曲や音楽以外のことだけをする日もありますか。これはね、さっきの質問に似てるっちゃ似てるんですけど、僕はね、本当に隼人くんも知ってると思うんですけど、音楽以外に全く興味がないんですよね。例えばこの散歩したりとか映画を見に行ったりとかしても、やっぱり一番自分が目に行ってしまうのは音楽だったりするので、その音楽以外のことをする日もどこか自分の好きな曲だったりを探してしまうことが多いですね。音楽が一番好きです。はい。今はね、モンハンはね、全くやらないですね。PS4 の時にクリスマスプレゼントで友達が一緒にやろうってくれたんですけど、ハマりすぎてしまってロフトに直しました。なので今は大阪の実家にあります。はい、5番、でねん、24歳で今から会社を辞めてプロを目指すという選択肢をどう思いますか。何個かこれもいただきました。例えば十何歳の子で専門学校来たいんですけどどうしたらいいですかとかっていうのもあったんですけど、僕はね、これは本当にその人のやる気がどちらの方が湧くかっていうのが大事だと思います。例えば僕は高校に行って半年ぐらいで中退して、中学校小学校はほぼ毎日ちゃんと行ってたんですけど、プロになれるかどうかって会社に行ってるかとか学校に行ってるかとかっていうことってあんまり重要じゃないと思ってて、例えばその練習自体時間が必ずしも多いと絶対にプロになれるっていうわけじゃないと思うので、本人のそのやる気だったりとか周りの環境っていうのをまず見直すのが一番大事かなと思います。正直24歳で焦りだったりとか周りのバンドマンと比べてっていうことはすごく僕もめっちゃわかるんです。でも会社に行ってるからプロになれないとか、会社を辞めたからプロになれるっていうわけではないし、ただ自分の中で決意があってプロになりたいから僕は会社を辞めて音楽だけに専念するんだっていうのやったら、もうあなたの人生なんで、それを好きに選んで自分の楽しいことができるのが一番かなと思います。応援してます。僕は3歳からギター始めて、記憶ないんですけど、プロになりたいっていうかね、やっぱスターになりたいっていうのが一番最初にあって、例えば音楽だけでご飯が食べれるようになるっていうことももちろんなんですけど、僕の中でそれは割とずっと最低条件っていうか、もう音楽だけを毎日する人生にするっていうのはずっと決めてて、必然的にそれがプロっていう言葉だったりとか、商業的に音楽ができるっていう言葉に変わると思うんですけど、でもやっぱ僕はギターヒーローになりたいっていうのが最初にあったんで、そのプロかどうかっていうことはあんまり意識したことはなかったかもしれないですね。この話はすごい話すと長くなると思うんで、また質問どんどん答えていくときに詳しく話しますね。どうもありがとうございました。応援してます。次6、機材を欲しいと思うたびに上手くないと思ってしまいます。機材はね、買えるお金があるんだったら買うべきだと思います。僕も去年62年のジャズマスターを買って剥がしてるフィニッシュしたんですけど、これ差し込みで赤色入れといてくださいね。ギターはね、自分が欲しいとか
プラグインとかもそうなんですけど、服とかと同じで買うと出かけるじゃないですか。おしゃれに気分が向くと、なんかあれと一緒で、やっぱりギターとか機材とかって買って自分に投資して、その投資した分だけ自分が頑張って練習するっていうことを繰り返すのが大事かなと思うので、機材をもし買えるなら買ってもいいんじゃないですかね。ほんで結果的に上手くなると思います。おすすめです。7番、今までの質問を答えてくれて少しずつ答えが見えてきたり楽に過ごせるようになりました。これもたくさんの方からストーリーにコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあ僕はすごいね、根がポジティブなんで、ポジティブクソ野郎なんで、こう悩んでても何かそれを踏み台にしてバネにしてのし上がってやろうっていう気持ちで、もう落ち込む日ももちろんあるし、寂しい時もあるんですけど、なんかその孤独さえもなんか自分の人生にとってすごい大事な瞬間になったりすることがあるんじゃないかなと思ってるんで、皆さんもできるだけね、楽に楽しくなれる日々を過ごせるように祈ってます。そういう時に音楽を聴いてくれると一番笑顔になれるんじゃないかなと思います。8番いきます。今一緒にコラボしたいアーティストは、もうこれ完全にね、僕ね、ギタリストやったみやびさんですね。一度ね、2019年のゼップダイバーシティ東京、チャーさんがメインで出るイベントに僕出させてもらった時に、最後のセッションでクロスロードをやったんですけど、もうその時にもう一回一緒にぜひやりたいなと思うアーティストは、僕はみやびさんと、あとジョン・メイヤーとジャスティン・ビーバーですね。はい。9、ドラゴンズのオープニングアバンに採用された時の話を聞かせてください。はい、これは変態紳士クラブのプロデューサー兼トラックメーカーのジージさんが僕に電話かかってきて、ちょっと大きめの仕事が決まりそうなんやけどギター弾いてくれへんって言って、次の日ぐらいにジージさんのスタジオに行ったんです。そしたら、中日ドラゴンズのオープニングアバンを作るから、それをジージ×山岸凌之介で一緒に出そうやって言ってくれて、もうその時にコンペみたいな感じで言ってたわけじゃなくて、もうほぼ決まってたんです。んでもうね、2人で1、2時間めっちゃ集中してやって、その初期衝動で生まれた音楽を形にしていったって感じだったんでね、すごい嬉しかったですし、すごいクリエイティブなことをさせていただいたなと思ってて、制作側の方も中日さんとかも、僕らが最初に出したデモでほぼほぼ直しとかリクエストもなく OK これでいきましょうって言ってくれたんで、すごい嬉しかったです。どうもありがとうございました。ゆうのすけくんのギターの音が聞ける CM 方がありますか。僕がギターの音が聞ける CM、 あ、そう、もうそれはもうあれですね、ステマ的に言ってくれましたね。ありがとうございます。僕最近トラックメーカーの祖前大坪くん、僕と同じ年なんですけど、その子が手伝ってくれて、ガクトさんが出演されてるオリオンビールの CM に、僕が島唄のギターアレンジで参加させていただいたんで、ぜひね、YouTube とかにもね多分上がってると思うんで、ぜひ見てみてください。じゃあラストですね、10番、音作りに欠かせないポイントを教えてください。これはめっちゃ考えたんですけど、やっぱり歪みの質感ですかね。ドライブさせた時にピッキングニュアンスがすごい出てくれるかとか、強弱が右手左手で出せるかとか、その歯切れのいい音かっていうことを僕は一番気にしますね。なんで歯切れのいい音っていうのは、僕にとって止めたい時にちゃんと音が止めれて、伸ばしたい時にちゃんと音が伸びるっていうような、それこそほんまにこうわびさびが作れるようなことを、自分のエフェクターとかじゃなくてギターとアンプだけでもそれが作れるかっていうことはすごい気にします。はい、っていう感じでした。それでは最後ちょっとまとめようかなと思ってるんですけど、まだまだね、正直質問が多分何倍も来てて、すごいありがたいことに、ちょっと今回だけじゃ答えられなかったんで、また質問コーナーしたいなと思ってたりします。で、基本的に質問はインスタのストーリーで受け付けてることが多かったりするので、そちらインスタもフォローしてください。あと今決まってるライブがですね、5月の22日に大阪城ホールで、この今 T シャツ着てるんですけど、変態紳士クラブのワンマンライブでサポートさせていただきます。そして5月の29、30日に行われる日比谷音楽祭、亀田誠二さんが主催されている日比谷音楽祭にも僕出演させていただきますので、ぜひね、これを見てる人で気になる人とかはチェックしてください。今年はね、 YouTube も頑張るって言ってたんで、これからも動画バンバン上げていきたいなと思ってるんで、ぜひ YouTube のコメント欄とかにも気になることがあったりとか、質問があれば送っていただけると嬉しいです。というわけで、今日は僕の質問コーナーと映像は隼人くんが手伝ってくれました。じゃあねー、ありがとう、バイバーイ。